皆さんこんにちは。コリュー片場未開のお疲れコウです。いやー、秋ですねー。ということで、本日は2つのポイントで簡単本格的に生けられる秋の生け花をご紹介していければと思っております。それでは早速本日の花材がこちら。まずは、こちらのケイトウですね。鶏の頭と書いてケイトウと読むんですけど、読んで字のごとく鶏の頭のような形をしているのが特徴的な花材になります。で、このケイトウは日本の代表的な秋の花材になるんですけど、他にも羽毛ケイトウや槍ケイトウ、紐ケイトウなどいろんな種類のものがあります。ただケイトウといって一番パッと思い浮かべるといいますか、オーソドックスなものがこのタイプになります。色もオレンジとか緑とかいろんな色があるんですけど、この真っ赤な色が一番オーソドックスなんじゃないかなと。今日はこちらのケイトウを3本と、こちらのレザーファンが2枚。これはまああってもなくてもいいんですけど、最後味付けで生けていこうかなと。で、皆さん秋の花というと何をイメージされますかね。先ほどのケイトウもそうなんですけど、他にもリンドウ、オミナエシ、キキョウ、ワレモコウ、フジバカマ、ハギ、オギ、ホトトギス、キク、本当にいろんな種類がありますよね。中でもザ・秋といえばこちらのススキかなと。ということで、本日はススキをメインにした秋の生け花をご紹介していきたいと思います。で、こちらのススキはタカノハススキという種類のススキになるんですけど、葉っぱにこのように白い斑が入っています。で、この斑の模様が当時タカの羽が使われた矢羽に似ていることからタカノハススキと呼ばれるようになったそうです。で、このススキを扱う際にいくつかポイントがあってですね、まずこのススキの葉というのはすごく枯れやすい。もう今ちょっと開けてただけで先の方がチリチリしてきてるんですけど、なるべく生ける直前まで空気に触れないようにこのように新聞紙で包んで、霧吹きで新聞紙を湿らせる、乾燥しないようにですね。で、しっかりと保湿してあげて、一番お手軽なのが水切りをしてあげる。ただこれだけだとあまり葉の枯れ具合というのは変わらなくてですね、次に有効的なのがお酢につけてあげる。こちらのお酢に 2,3 分ですかね、このようにつけてあげるとススキの持ちが良くなります。ただこちらのお酢というのは毎回切ったらその都度お酢に 2,3 分つけなきゃいけないので結構大変なんですね。実際に生けてみて、あ、もうちょっと短かったってなって切って、そしたらまた 1,2 分つけなきゃいけないので、そこで楽なのがこちらの水揚げ剤。これはたくさん入ってるものを100均の小瓶に入れたものなんですけど、ネットで切り花の水揚げ剤と調べるとたくさん出てくるので、こちらのススキに限らず普段からお花を生けられる方は手元にあるとすごく便利です。私も普段はこちらの水切りとかお酢ではなくて、基本的にはこちらの水揚げ剤を使うことが多いです。まあ、水切りと水揚げ剤で併用するとより効果が期待できるかと思います。で、お酢を使った場合は 2,3 分つけたらもうこのまんまいけちゃって大丈夫です。で、水揚げ剤がない場合は今のお酢を参考にしていただきたいんですけど、水揚げ剤がある場合はこのように切り口を新しくしてあげて 2,3 秒つけるだけで OK です。これめちゃくちゃ楽ですし効果もかなり高いので、よろしければ参考にしてみてください。こうやってススキ以外でも使えるので。で、もう一つ圧倒的に効果が出るのがこちらのススキの葉にワセリンを塗る。これはワセリンじゃなくてハンドクリームとかでも大丈夫です。ワセリンを少量指に取ったら葉の裏側に塗っていきます。先の方までスーッと。これを一枚一枚塗っていく。で、これ塗るとき指切らないように気をつけてくださいね。結構葉のエッジって鋭いので、もしあれでしたら軍手とかゴム手袋とかつけるといいかもしれないです。で、このワセリンがめちゃくちゃ効果が高いんですけど、それなりにやっぱ手間もかかってくるので、ちょっとめんどくさいなという方は先ほどのお酢で大丈夫だと思います。ただこのワセリンとかハンドクリーム塗ると本当に持ちが良くなるので、とってもおすすめです。
今日はせっかくなので全部塗っていきますか。まあ、もし塗るとしたら、例えば生けた翌日とか翌々日にお客さんが来るとか、どこか駅とか小学校とか図書館とかお花を飾る機会が出てきたり、そういった場合にはやった方がいいかもしれないですね。まあ誰がこんなことを思いついたのか、花をできるだけ長く綺麗に飾ろう、そう思っていろいろ試行錯誤した先人ってやっぱすごいですね。先まで塗り塗りと。Okay、そして本日の器がこちらのコップ。簡単本格生け花ということで、どこのご家庭にもありそうなコップで生けていきたいと思います。それでは実際に生けていくんですけど、2つのポイントをご紹介する前に、こちらのコップにもある工夫をしていきたいと思います。というのも、こういったコップというのは口が広いので、このまんま生けてしまうとこのように口元がばらけてしまう。そこでよく用いるのが、この系統のような若干固めの茎を用いてコップにうまく引っ掛ける。こんな感じ。こうすることで口を半分に狭めて使うことができます。まあ、実際に生けてみると分かると思うんですけど、先ほどまで口が広いのでばらけてしまった部分がここに寄りかけることで、この分狭くなりましたよね。ちょっとこれだけだとまだここがばらけてしまっているので、あまり効果がわからないと思うんですけど、この後生けていくうちに効果が分かってくるんじゃないかなと。で、こういったいい感じの茎がない場合や、これはめるにもちょっとしたコツがいるので、難しいなという方はセロハンテープを使って同じように1本線を入れてあげる。こんな感じですね。こうすると今下にはめてる茎と同じ効果がセロハンテープでも生まれるので、よろしければ参考にしてみてください。よし、それでは早速生けていきたいと思います。まず1つ目のポイントが、主役であるススキを高く生ける。で、まあ高くといっても器とのバランスはすごく重要なんですけど、このぐらい高く生けても大丈夫かな。で、このバランスというのも、例えば系統のような先に重い花がついているものを同じような高さで生けてしまうと、器に対してかなりバランスが悪いですよね。すごく左に傾いてると言いますか。それに対して今回生けるススキはすごく軽い線が特徴的なので、同じような高さで生けてもそこまで気にならないです。ですので他の花材とのバランスも見つつなんですけど、割と思い切ってすっきりと生けても問題ないです。で、これからこのススキを生ける際に短くしていくんですけど、ここにも生ける際にポイントがありまして、ここの茎の部分と葉っぱの部分がこのように取れるんですね。で、このぐらい外してしまってここを切ると。で、これをなぜこうするかというと、後でのお楽しみで。ということで、まずは一つ目のポイント、茎をすっきりと高く生ける。1本入ったら2本目は1本目の高さより少し低く抑えて生けていく。で、隙3本あるので、もう1本短めにこの辺に生けてもいいんですけど、ちょっと他の花材を生けながらバランスを見ていこうかなと。これで1つ目のポイント、隙をすっきりと高く生けてみました。そしたら2つ目のポイント、系統を生けていくんですけど、よくこのチャンネルでもお話ししているように、3本の系統のバランスはこんな感じで不等辺三角形を意識すると綺麗に生き上がります。ですので今回は系統を選んだんですけど、秋の花材菊とかでもいいんじゃないかなと。ただですね、こういったスプレータイプの花材、これはまあスプレー菊なんですけど、こういった花材が入ると少しポイントがばらけてしまうので、どちらかというとこういったスプレータイプのものよりは一輪で花が咲いているようなものを選ぶのが生きやすいんじゃないかなと。ということで、不等辺三角形を意識して系統を生きていく。最後の1本は短くこの辺りに。もう1本こっち側寂しいので隙入れますか。少しまだこの辺透けているので
こちらのレザーファンを生けていこうかなと。このレザーファン、このまんまだと大きいですけど、下の部分を取ってしまうとワンサイズ小さいレザーファンになるので、こうやって適宜サイズを調整していけていくと良いかと思います。1枚目は少し空間の寂しい場所に向けて、もう1枚は2段階ぐらい小さくしますか。もう1枚いっちゃおう。こんぐらい小さくしてあげて、口元にスッと入れてあげると、まあこの刃物に関しては空間をフォローしてあげるのにあれば便利ってぐらいなので、今回の2つのポイント、手すきをすっきりと高くいけて、ビンタイプの秋の花材で不等辺三角形を作ってあげれば、初心者の方でも簡単に本格的な秋のお花が生けられるかと思います。それでですね、先ほどもったいぶったすきの葉のお話なんですけど、このように落とした葉を後から足してあげるんですね。これするのとしないのとで作品の見え方が全然違うので、ちょっと見ててくださいね。今こんな感じですけど、ふわっといけてあげると、これだけで作品のおおらかさもですけど、秋風に揺れるススキの奔放さなんかも作品から感じられるようになるので、すごくおすすめです。もう一本いきますか。一番最初にご紹介したように、この鷹の葉ススキというのは葉っぱも一つの見どころといいますか、魅力になるので、このテクニックもぜひ参考にしてみてください。こんな感じでふわっと、これで2つのポイントでいける簡単本格秋の生け花が出来上がりました。これをベースにですね、こちらのもうすでにドライになってしまっているんですけど、ワレモコウだったりオミナエシだったり、他の秋の花材をこう足していくことで、どん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 秋らしい華やかさといいますか、渋い華やかさが増していくので、ぜひ参考にしてみてください。また1年前にこちらの動画でカゴに割と本格的な秋の花を生けているので、今回は初心者でもチャレンジしていただけるような割とシンプルなお花にまとめたんですけど、今回のこちらのお花の考えをもとにどのように発展していくかをご覧いただけるかと思うので、よろしければそちらもご視聴してみてください。はい、いかがだったでしょうか。本日は2つのポイントで簡単本格秋の生け花ということで、ススキを主役にした作品をご紹介してみました。花材によって生ける際のコツやポイントなんかも全然違ってくるので、そのあたりもこのチャンネルを通していろいろとご紹介していければと思っております。またご家庭に剣山がある場合は、絶対コップより剣山の方が生けやすいので、ぜひこの動画を参考にチャレンジしていただき、お家で秋を楽しんでみてください。本日の動画が面白かった、ためになったという方は、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。